グルンディッヒスタディオンは、ドイツのバイエルン州ニュルンベルク市にある多目的スタジアムである。収容人数は44,308人。ニュルンベルク市街の南東にあるルイトポルトハインという広大な公園にある。戦艦機の文化やスポーツへの関心の高まりや、地元のサッカークラブで1920年代には、ドイツ随一の強豪であった一 FC ニュルンベルクの活躍を背景に、 1925年からスタジアムの建設が始まり、1928年に支援スタジアムとして開業した。ナチ党の権力掌握以後、ルイト・ポルトハインはナチ党党大会会場となり、支援スタジアムは党大会期間中はヒトラー・ユーゲントの日が開催され、ヒトラー・ユーゲント・スタジアムとも呼ばれるようになった。敗戦後は、米陸軍に接収され、 ビクトリースタジアムと呼ばれた。近隣のザーザーアベルスホーフに本拠地となるスタジアムを保有していた位 FC ニュルンベルクはブンデスリーガが始まる1963年より CA スタジアムをホームスタジアムとして使用するようになった。1972年ミュンヘンオリンピックでサッカー予選会場として使用され2006年のドイツ W 杯では5試合が開催された。 1991年よりフランケンシュタディオンという名称になったが2006年に命名権が売買され5年間はイージークレジット・スタディオンというスタジアム名が使われることになった2013年2月よりグルンディヒが命名権を獲得しグルンディヒヒ・スタディオンに改名しかし旧称も使われているほかファンの間では名選手の名前を取って マックスモーロックスタジアムとも呼ばれているという。サッカー以外にも毎年秋にロックイムパルクが開催されている。2008年7月にはドイツ陸上競技選手権、大会兼北京オリンピック代表選考会が開催された。スタジアムへのアクセスはニュルンベルク地下鉄のメッセ駅、または S バーンのフランケンシュタディオミ駅が資金。 フランケンシュタディオン駅の方が、スタジアムにより近く、駅を降りると、目の前に DTM のサーキットの一つ、ノリスリンクがあり、ナチス島大会で有名なセッペリン広場と、多目的アリーナのアレーナ・ニュルンベルガーを横目に、スタジアムへ向かう。スポンサーは銀行。ありがとうございます。